新日本プロレスは1972年に設立された日本を代表する大手プロレス団体です。創設者の木村庄八が武道館を拠点に旗揚げ、王道プロレスの礎を築きました。新日本プロレスの特徴はリアルで迫力のある技術と華やかなパフォーマンスを兼ね備えた王道スタイルにあります。初代トップスターの猪木 VS 道の苦戦はプロレス史に残る対戦でした。80年代に入ると蝶野正弘、長州力、生竹流、橋本真也といった人気レスラーが活躍しました。90年代後半には棚橋博史、小橋健太、飯福幸い太などの若手スターが台頭し、新日本プロレスはさらなる人気を博しました。2000年代に入っては岡田和親、内藤哲也が新時代のエースとなり、プロレス界を牽引しています。長い歴史の中で数々のレジェンドと名勝負が生まれ、熱狂的なファンに支えられてきた新日本プロレスは日本のプロレスシーンを代表する存在と言えるでしょう。